難しい質問ですね。でも彼らはやっぱある自分たちが生きてる社会から抜け出さなきゃいけないので、そのためにはある種の暴力だったり、で彼ら自身も実は自分たちの世界を、もう一度作り直さなきゃいけないので、そういう意味ではやっぱり彼らお互い同士の暴力だったり、信じ合えなかったり、そしてどっかで信用しなきゃいけないっていうのが生まれてきたんだと思います。そう思ってほしいんですけど、だから彼らが旅立つっていうことは、実はもうどっかで、彼だったりもう一人のもうどっかで死っていうものを意識しながらやっぱり旅しなきゃいけなくて、それはもう生きることと死ぬことの表裏と、それから歌の歌詞の表裏っていうのもどっかでその同じような意味になってくるっていう世界観ですね。そうですね、すごく似てる部分があると思いました。だけど彼が住んでいるその足立区というエリアがすごく、僕も行ったことあるんですけども、そんなに豊かな場所でもないし、工業地帯だし、なんかこうその空気はとても分かっていたし、なんかそういう状況の人たちのことも少し勉強してやったんですけど、あとはなんかこうこの作品の中でとにかく何も考えないでその時感じたことを単純に表現しただけなので、はい、愛のむき出しっていう映画は僕すごい好きだったんですよ。で、気になる女優ではいたんですけど、僕が時々俳優もやるんですが、その時に安藤さんを映画の中で一緒に、ちょっと芝居は一緒にしないんですけど、同じ日に撮影があってお会いしてお話とかしている時に、なかなかやっぱり面白い子で、ずっと頭の片隅にはいつもで、どっかでキャスティングいつかできたらいいなっていう思いがあって、で今回の役はかなり難しい役だと僕も思っていて、さくらならできるかなってふとある時思いついたんですね。そういうことです。なんでですかね。手ってでも人間の動作の中でよく見えますよね。こう動きでこう緊張するとこう僕もなったりするんですけど、でどっか印象づけてできないかなっていうのが多分あったと思います。基本的には脚本通りずっとやっていました。はい、そうですね。監督は今こんな感じですけど、現場だと本当に近づけないというか、すごく心の中を見られている感じがするんですね。だから自分はよりその本に近づけるというか、監督が思っているような世界に近づけられるようにしたつもりでいました。日本でも、日本のやっぱりああいうすごいきついとこで、一番結構今おっしゃったように多分嫌な感じだと思うんですけど、嫌な感じが出た方がいいかなと思ったんですよね。基本的に僕はこの映画に関して言えば、映画のシーンの中で音楽で盛り上げたりするっていうことは一切やめようって
思ったんですね。で基本的にブリッジとしてシーンとシーンのブリッジとしてである一方向に、お客さんの感情を持っていくような音楽は使いたくないって思いました。この映画最初ハッピーバースデーで始まるんですけど、もう一度生まれ変わると、ハッピーバースデーでもう一回誕生するために最初使って、そんで結局彼がもう一回やっぱりどっかで生まれ変わる感じの思想があるんですよ、日本で。でそういうのをかけてます。一般的ではないと思うんですけど、あのハリウッドのように早いカットで割る監督もいますし、僕のシーンのあの面会室のシーンみたいに長く撮ってしまうこともあり、僕はなんか割とそういうの好きなんですけど、いつも長いってプロデューサーに怒られますけど。でも俺その映画多分知らないんで、ラストライブユニバース I don't know なんて日本のタイトルだろう。え、タイの映画ですね。あ、タイの映画ですね。ありましたね。見たけど全然覚えてなかったけど、あったね。あの音で、その俳優が音をなくすことによって、俳優の存在だけが際立つと僕は思っていて、その俳優、彼が映った時に、ものになった時に、彼が一体どういう男なのかっていうことをお客さんに、少しでも考える隙間を与えたいっていう気持ちがありました。ご質問します。あの壁を壊してるシーンがあるんですが、今年ベルリンの壁崩壊20周年っていうことなんですけど、ベルリンの壁に一瞬でも見えた人いますかね。僕の映画を壁壊してるのが、ベルリンの壁にちょっとそんな感じたり No OK 言えば10 Jahre sind dann doch eine lange Zeit. 10 年は長いですからね。Gut, dann vielen Dank. どうもありがとうございました。